不運な魂よ、地球と同じ水と大地の惑星へ、魔法があり魔物がいる、そんな世界へ転生させてやろう。まずは初期魔法だな。主よ、我が魔力を糧にかの者を癒したもヒール。治癒士としてもっとレベルアップしないと。冒険者ギルドで経験を積んで、この世界で生きていく力を磨いていこう。治療費を訓練台に。冒険者が止まったら死ぬことと同義と思え。口ごたえするな。移動初日でいきなりパワハラ。死にたくないんだ、だって今日も。そういえば君は無知だったな。頑張ってくださいね。時の賢者が作り出した体に良い飲み物だ。よし、飲みます。おお、赤いやつや。あなたって変態なの。今日も限界まですりつぶしてやる。絶対に教官に一撃を入れますから。まったく、すげえ根性してるぜ。こいつはまるで治癒士のド M ゾンビ。モニカさん、どこの誰だよ。こんなことする治癒士は。ルシエル君のおかげで新人冒険者の死亡率が下がってるんだ。小僧のような治癒士が増えれば、世界がもう少し優しくなるんだろうな。約束しますよ、俺は絶対悪徳治癒士にはならないって。この異世界で生き残るためのスタート。聖ジャムソーサラリーマン、異世界で生き残るために歩む道、7月放送開始。幸運先生の導きかもしれない。当然だよボーイ。